はい、ではチョコボの不思議なダンジョン、続きからクリアを目指してやっていきましょう。これどういう状況なんだったかな。アイテムを、ああでも上にいっぱいあるな。やられて戻ってきたわけではないんだな。もう久しぶりにやるとすぐ忘れてしまう。毎日やった方がいいなこれ。ちょっとずつやるっていうスタンスなのに日が明くからすぐわかんなくなってしまう。まあ、とりあえずこの氷の装備が強化して、テレポカードが手持ちにある。あ、そうだ、確かこの魔石を売ったらお話ちょっと進むんじゃねえのとかって思って売ったんだけど、めちゃくちゃ安かった上に何もなかったんだよな。さて、で、データを見たらそう、22階が最新階だったらしいので、今回は22階からやっていきましょうか。レベルは問題ないわけではないんだけど、なんだろうな、そのアイテムを集めたい時だけ手前から始めるとかで十分かな。本もまあそこそこあるからな。でこいつは一回直接殴った時に装備が大変なことになってしまった、修正値が下がってしまったという苦い思い出があるので、さて、あ、そうだ、こいつがすげえ強くてやめたんだったな。強いよこいつ、何なんだ。あ、物理痛くないな。じゃあ魔導士系というか魔法が強い系のキャラか。意外と硬いしな。あ、でも回復アイテム全然ないな、こうやって見ると。回復アイテムそんななくてもいけるかな。なんというかこのゲームはダンジョン RPG というよりは普通の RPG に近い感覚で戦闘をしなくちゃいけないな。その敵が強かったり自分がピンチだったりしたら無意に戦闘をするよりもしっかりと逃げるっていう選択を取ろうねっていう、そういう前提の難易度って感じがしますね。まあ、普通の RPG でもそこは変わらないと思うけど、普通の RPG は戦闘が始まると基本的には逃げられないけど、まあ、逃げられないというより、自らその逃げるというコマンドを選択しない限りは、戦闘が継続されるけど、このボタン一つでひょいっと端にちょっと移動するだけで、まあ、逃げた扱いになるというか、行動が完了する、形式のこういうローグライクと比べると、なんというか今の状況を一変させる方法が具体的に存在する RPG と、これがこのローグライク系のゲームの考え方が似通っているというのがちょっと不思議だなっていう、まさに不思議のダンジョン。あ、そうだ、君は確かものすごい青っぽいけどサンダー使いなんだったな。やば、ちょっと待って、これ多分回復しないとやられるよな。おー、間に合った。そうだな、でもちょっと魔法貯められている間に思ったけど、やっぱりこれ火力を出すために魔法を使うっていうのをもっと徹底した方がいいな。でこいつは確か魔法で火力がそこそれなりにあればワンパンできたはず。食らいなーす。はい、はい、どーん。あれ、ブリザードの火力が足らない。間に合うか、チョコボ。間に合った。溜まりきってなかったか、さっきもしかして。ブリザードもそこそこレベルあるはずだけど。デスペル。今のこの状況でデスペルは嬉しくねえ。しかもなぜか二つある。この階層ぐらいまで来ると回復アイテム超重要だな。ないと無理まであるぞ。間に合う？よし。サンダーならさすがに届く。おー！あれ？サンダーそんな強くなってる？あ、レベル10になったからか。お借りですごいかっこよくなってた。おー、あとはドレインかな。回復手段として与えたダメージ分回復できるドレインって強いよな。
そのあたりよく視していくことか。体力の管理の重要性だな。お、君か。待って待って待って、サンダーは取っておきたいけど、他を使えるかというと怪しいか。ディム、君の地面、このそのサンダーでしょ。あーでもそうか、よく見たら強化系のサンダー技使ってんだな。地面に弱いと思ったらそうでもないな。やはりあまり属性というか、どれに弱いとかっていうのをあまり頼らない方がいいな。まあ多分中にはいるんだろうけど、そういう属性の有利不利を影響する相手、あからさまに氷が苦手とかそういうのはあるんだろうけど、多分それは限られた相手によるんでしょうね。というか、こいつわざわざ火を消すために魔法使ってたんだな。なんかそれで思い出したけど、風雷の試練にもそんなキャラいたな。なんて言うんだっけな。ピコポンじゃなくて、パタポンじゃなくて、パコピンだっけ？全然思い出せないけど、まあそんな感じの名前の、罠を壊すっていうキャラクターがハンマーを持ってたけど、それに近いニュアンスなのかな、これは。というか、ちょっと、君か。ダメージ量的にこれで届く。はず。そう、意外と君脆いねっていう話をしてた気がする。痛い。ちょっと待って、この体力やばいな。7、80くらいはないと不安だろう。あとは、こいつあんま近づかないな。あ、そうか。この謎のペコペコっていうの何やってんのかなって。なんか、特殊能力が空振りして、届いてないのに撃ってんのかなって思ったけど、そういうことか、地面に罠置いてんだな、こいつ。そういうことか、なんかどんどん知らないことがわかるようになってきている。おう、出たジャニーだ。識別のカード、切れているカード、素早さの首はブヨブヨ、リトリト、デスペル。これ、ラインナップ変わんないな、もしかして。ということは、覚えればこれ、欲しいアイテムは常に変えるってことか。そして、素早さの首は常に売ってたのか、しかも700リル。これ確か、そう、キックのスピードが速くなる。この、攻撃のため時間短縮ってことだよね、多分。なかなか強いな、それ。それが標準で売ってるってことは、割と重要アイテムなのかもしれない。その調整をするためには、ちゃんと買っておかなくちゃいけないよっていう。あと、このドワーフくんは、このろうそくさえあれば、ヘイトが最初にそっちへ向かうから、魔法を食らう前に殴り倒すことはそこまで難しくなさそう。直接魔法を撃たれると相当やばいけど。え？何？急に透明になったけど。弊害はない。テレポカードだ。これ相手に気づかれなくなるんじゃない？お！全然気づかれない。すごいぜ。エロゲーの主人公でもなかなかできないようなことを。突然踏んだスイッチ一つで成し遂げてしまった。ああ何が起こるか本当にわかんないんだな、あの変なスイッチ。おお、またなんか来たぞ。この右端と左端すげえ怪しいけど、罠が置いてありそうで怖いな。おお、これまた新しい特殊アイテム的なもの入手できんじゃない？何これ、なんでこんな罠だらけなの。でもさすがにこっちの方がマシだよな。歩いても回復しなくなるぐらいの方がいい。直接ダメージを大量に被るよりな。え？ちょっとそれはどうなの？えいママよ。えいママよ。ブヨブヨした身。濡れたカード。嘘でしょ。
罠だったのか。まあ罠なんだけど、ガチ罠じゃねえか。なんもいいことねえ。待ってくれよ。おらおら、この2マスだけで体力を回復して生還してみせる。え、ちょっと待って、これもしかして時が進まないとかそういう、え、 HP、 あー回復してるな。とりあえずここで回復して、回復し終わったら戻るぞ。どんどん元気がなくなっていく。俺は何のためにここに来たのだと後悔の念に押しつぶされそうなのを、むやみやたらに歩き回ることによって回避しているチョコボ君。見えてる罠って踏まなかったってことないのかな。その辺も作品によるのかな、ローグライクの。まあそういうところ、細かい仕様って結構ゲームの性格を出すために意図的に調整しているという場合もありますし、まあ難易度的な問題とかで意外とあるかもしれないし、いや当然だろっていう風に思えるところもあるかもしれない。難しいところですね。でもよく考えたらこのトゲの罠って割合ダメージっぽいな。ユニコーンの魔石、かっこいいじゃない。識別があるから、切れているカード使うか。これショップで売ってたやつだしな。あ、湧き水か。なるほどね。湧き水のカードが、なんだ？常に売っているというわけか。そしてやっぱりこの、罠かもしれないと分かっていながらも、この辺怪しい。何もなかった。魔石だけ置いてるってパターンあるんだな。でもまあなんだろう、その階層が10回単位のキリのいいものじゃないから、5回単位で25回っていう、そういう絶妙なところでは魔石だけが置いてるんですよみたいな、そういうことなのかもしれないね。この体力で大丈夫か。まあダメだったらテレポ使えばいいかな。いきなり目の前に敵はいた。サボテンダー、本格的なサボテンダーだなこいつ。どう見てもサボテンダーです。ありがとうございました。あれ、でもちょっと待って、この体力もしかしてさ、ワンパン食らうかもしれない。食らわないかもしれないけど食らうかもしれないよね。ごめん、それは怖いわ。帰っちゃえ。それを考えてなかったな。そうだよな、階層が深くなれば敵強くなるんだから、当然そういう可能性も考えなくちゃいけないよな。うわーすごい雑なプレイだったな今の。ちゃんと回復してから行くにしても中途半端すぎたな。これは反省が必要か。ということで、カミラママさん、ポーションあるね。これはしっかり使っていこう。おお、新しいカードだ、コンフィカード。使うとクラクラ混乱する。誰が、チョコボがだったら本当にいらないぞ。罠の可能性もある。でも敵がだったら持っておきたいよな。あ、サビ除けなのかこれ。あー、オイルをまぶすとサビないのか。なるほどね、まあサビだもんな。湧き水、湧き水もな、使いたいといえば使いたいが、別デスペルは常に持ち歩くようなもんじゃなくない？そんな感じがする。魔石安いよな。しかもユニコーンの魔石よ。100ギルか。シバは200なのに。ということはユニコーンあんま強くないのか。わからんな、コンフュ。これは一旦使うかどっかで。じゃないといざという時すごい困りそう。オイルカード。オイルカードって永続？あんまり出ないから永続の可能性も考慮していいかもしれない。湧き水。湧き水は、いいや。今使うかっていうとあんまない。とりあえずポーション3つぐらい買っといて、
それだけの安心感があればとりあえずは進めると思うな。ということで、さすがにあのみっともない撤退だけで終わるのはあれなので、もうちょっと続くんじゃよ。まずは実験したいこともあるしな。24回ということは23回でユニコーン拾ったのか。すごい中途半端な階層だな。出たな。さあコンフィだ。あれ、やっぱお前がか。自分か、コンフィ。ってことは罠じゃねえか、完璧に。未識別アイテムで使うと大変になるよ、系だな、これ。ということは、コンフィカードは、まあ、識別された状態で、手元にあるのであれば、即、崩壊させて良いということだな。一応、魔法なら届くけど、なかなか当たらないな、本格的に。コンフィ、コンフィ。コンフィ、コンフィ、コンフィ。解除して、解除して。まだかい？結構長い。チョコボちゃん。踏んじゃった。踏んでもまだ行くよ。くる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 。長い。このゲーム状態上結構長いイメージあるな。その場足踏みがうまくできないからか。そう長く感じるだけかな。いや、それにしてもコンフィのおかげで一旦ですごいことになったな。ファイヤー行くよ。先んじて撃つ。94、いいダメージ量だ。あーん、ちょっとこの部屋罠だらけすぎじゃない？罠だらけすぎじゃない？ちょっと待って、本読めないのはやばい。素早く解除したい。本読めないと死あるのみだぞ。さてと、ドレイン使っとくか一回。レベルも上げたいしな。くらえ。50。いいね。この回復量が保証されているっていうのは、攻撃兼回復としては相当なものだな。ドレイン系を拾い次第使って回復しておくっていうのも重要そうだな。くらえ。え？なにこれ？え？なにこれ？ちょっと待って。うわ、追っかけてくるんだけど。やめて、やめて、やめろー。いや、なにこれ？やめて、めっちゃ追っかけてくる。うわ、ちょ。なんなのこいつ。くぅ、もう、ずっと追いかけた挙句にやることそれかよ。許さねえ。え？逃げやがった。ああ、かわいい。ユニコーン。え？あ？ユニコーンって攻撃アイテムじゃねえのかよ。もう、いろいろぐちゃぐちゃだよ。そしてついに出たな、あのファイヤー野郎め。ブリザードの本、これ見よがしに置いてんな。マジで使えってことだったのか。あれでも装備のレベルって何が下がった？アイスクローが7だったのが下がったか。やべ、見てなかったな。というかオイルカード試そうっていう話どこ行ったし。じゃあ今更ながら使っておこう。おお、オイルマークついてる。あ、どうなんだろう、このオイルマークが、どのタイミングで切れるかだな。さすがに火にくべて燃えるとかはないか。なるほどな。なんかすごい波乱万丈だわ。大きい首輪。何系だろうな。そしてテレポカードがもう一枚あるので、不安になったら帰りましょう。ドレインを使うぞ。俺はもう待ちきれねえんだ。結構食らったな。50ダメージ。ドレインのレベルは5。6レベルになったら60になるのかな。
まあ何にしてもドレインって割合拾えてないから、大事なところでこそ使うべきな感はあるな。レベルが上がればこんだけ使いやすくなるということは、やはりホイホイ拾えるものではないという認識でいた方がいいな。アイテム、おとか言ってたら拾っちゃった。そしてサボテンダー、さっきはビビって帰っちゃったけど、どれくらいの実力なのか、あれあれ、あ、範囲外か、ここ。いって、ちょ、え、クソ強くないか、こいつ。これはまずい。三段案件です。あれ三段案件かと、ウェイ。めっちゃ効くし。お、レベル上がった。いいね。ただ、経験値は相当あるってことなのか。サンダー案件かと思ったらそうでもないし、いろいろとすごいことに。毒も食らっちゃうしな。お、ファイアレベル上がる。いいね。ちょっとポーション使っとくか。ツルツル首は、ギル。ちょっと水、汲んでこよ。泉か。はい。パサパサ？ハイポーションかどうかが怪しいな。識別はあるけど。いや、使っとくか。お、ハイポーションよかったよかった。これが分かってるか分かってないかだけ結構差があるよな。さあ、どんどん潜っていくけど。おお、君か。で、ああ、やっぱり変わってないな。今持っている識別、素早さ、デスペルの位置も、アイテムも同じということは、これが湧き水で、これが美味しい実で、これがなんかよくわからないもんだな。買ったことないけど、ハイポーションかな、あれは。いや、違うわ。ハイポーションもポーションも持ってるから、それ以外の緑薬か。どういうことか。え？ちょ、雰囲気。ラスボス出てくる音楽じゃん、こんなの。どうした、急に。サボテンダーの実力は？あの、毒付きのやつが痛いだけで、実際はそんな痛くないっぽいな。あれ？なんか極端だな、こいつ。クリティカルの反応があんのか？それで食らわないときは相当弱いみたいな。腐ったゾンビが出てきた。お手並み拝見。ごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。頼む、浄化されて。君には、美しい日の光がよく似合うよ。キラリーン。そうでもない。ちょ。なんだこいつ。このなりでこいつこんな強いのか。待って、やはりもっと魔法を乱用するべき。ポーション、持ってきたポーションがなくなりました。早すぎる。こいつ化け物か。いてえ。これそろそろ間に合わなくなるな。いろいろと。ようやく倒した。これでもう足りないのか、いろいろと。まずいなぁ。行くぞーい。あん？そうか、ちゃんと見てなかったけど、今一瞬黄色いのが見えたな。これギルナゲしてんのか、こいつもしかして。で、ギルナゲがあんま強くないから1ダメージで、他ハリーの攻撃を使うのは自前だから強いってことか。で、毒針の時は、自然回復禁止を付与しながら高ダメージを叩き出すみたいな。そういうことっぽいな、お金落とすし。なんなんだ。いろいろすごいことになってるぞ。ここに来て初罠とか出るしな。
ここはドレイン使っとくか。こいつのダメージでちょうど50くらい切るだろう。まあもともと切ってたけど、ちょうどいい回復量になるんじゃないかな。いただいていくぜ。こいつの体力は100届けば確実に倒せると。そろそろレベリングアイテム集めあたりをしておきながら、用意をしてから深い階層に行かないとまずくなってきたかな。今一瞬すごかったよな。落とし穴踏まなかったと思ったら混乱床を踏んだはずみで落とし穴に戻ったけど踏まなかったっていう、こういうわけのわからないことがよく起きるっていうのが、このなんだろうな、ローグライクの面白いところではあるよな。まあちょっとのんびり屋になってしまうと攻撃の時間がかかりすぎるので、最高火力をぶつけさせてもらう。やっぱりだな、雷を打ってくる割には雷でダメージを吸収したりとか軽減したりというのがないから。てか落とし穴も多いな。だから魔法はやっぱり基本的にはどれでもそれなりには使えるよってことなのかな。で、念願のこいつに向かってフリーズを使うと、あんま変わってない気がするけど、ただ本来の体力がどれぐらいあるかわからないから、もしかしたら今倒せたのはブリザードを使えばワンパンできるっていう判定が実はあったからかもしれないな。そこのところ気になるね。ただ確かめようがねえな。98以上のダメージを与えて、かつ倒せる倒せないの判定を見極めるみたいなのは。ちょっと待って、こいつ、いっちゃ、もうやめて、こいつ。待って、何注文呼び出してくれとんのだ。はあ。助けて、柴さん。そういえば、魔石は、ゲージ溜まると即使うんだな。オーロラだぜ。おお、かわいい。おお。アイシクルースパイク。くれー。おお、うえ。やっぱくっそ強い。ああ。落とし穴めちゃくちゃ多いな。ちょっと待って。うえべべべべ。でもやっぱり、あれですね。召喚の魔石は、回復みたいな、そのユニコーンみたいな特殊なのもあるかもしれないけど、基本は、部屋全体の攻撃アイテムっていう認識で良さげですね。この状態は怖いな。あの謎ゾンビくんの攻撃を2回食らったら耐えられない。誰だあれ。ちょっとここは今後のために回復して、ちょっと戦闘能力を見ておきたい。逃げるな。ん？結構火力はあるけど。ペー。回避力？違う。自然回復しない状態だと妙に攻撃が外れるから、今のは回避が高いとかではないよな。うわぁ、待機。全裸待機してる。サボテンダー絶対服着てないもんな、これ。ギルナギ。あ、でも属性やっぱありそうな気がするな。ファイヤーってこんな効かなくなかったよな。ゴーレムには90ぐらい出してたような気がするんだ。だからサボテンダーにファイヤーが効いていなくて、ゴーレムにはファイヤーが効いているのかな。そういう気がする。でもなんかゴーレムにの方がファイヤー効かなさそうなんだけどな。サボテンダー。いや、違うか？サボテンダー自体が魔法耐性高いのか。フリーズもあんま効いてない。フリーズというかブリザードも。
レベルは同じくらいだよな。じゃあ魔法耐性の差かな。ゴーレムは魔法耐性が低いとか、かもしれないな。なるほど。まあ、それだけの予想が立てられれば十分かな。ちょっと怖いな、これ。誰？お前！ちょ。ごめん、帰りまーす。ここは切り抜けられない。奥にあるアイテム気になるけど、近づきながらこいつの攻撃をかわすのは無理だな。まあ、一発は耐えるけどな。で、一個知りたいの。オイル状態、継続なんだな。じゃあ、なんか特殊能力とかで剥がされるかも、わからないけど、基本使えばオイルカードの効果は永続するって見て良さそうだな。おお、それがわかるだけで十分だ。そして、呪われすぎじゃない？ガラスと、忘れない首輪。今まで散々踏んできた、忘れ罠を食らっても大丈夫ってやつですね。ただ呪われているのに興味はねえな。ということで、この呪われた首は売りましょう。呪われ率高えな、装備品。なんか 50% ぐらいあるんじゃねえかって。そんな気がしてしまう。テレポカード、ナッツ、ポーション、解毒薬。解毒薬が100ってことは、ジャニターが売ってたのは解毒薬、解毒剤か。解毒剤ですらないんだな。何なんだろうな、結局。爆薬かな。まあ、実際に買ってみなら、見たら分かってたかもしれないけど。空のボトル、下取りしてくれませんかね。ああ、でも、元のポーションを買った時の値段から差し引きできるのか、これで。そう思うとちょっとお得だな。つまり、100×3 の300で買ったところにさらに、30を売ることによって、実質270で買った扱いになると。お買い得。そういう捉え方をすると、この、瓶が残るのも悪くないなと思える。レベル20か。まあ、ぼちぼちではあるけど。といったところで今回はこれぐらいにしておこうかなと思うのですが、さすがになんかもうちょっとレベリングが必要な気がしてきたので、しばらくはレベリングをしておこうかな。あの階層より奥には行かないというようなのをしつつ、レベル上げをしていくみたいなね、ことをやっていこうかなと思います。ただテレポカードがないのでもう一回、お店で買い足しておこうか。あれ、もうなくなった？早くないか？あ、そうか、こっちに預けてたんだな、多分。確かこっちに入れてたはずなので、まあ引き出しておこうか。え、ドル君？誰？ちょっと待って、君！お前、商売上手というより。え、預けてなかったし、もういろいろとぐちゃぐちゃだぜ。で、ドル君って誰だ？でもまあ、とりあえず、いつでも、使いたいくなるだろうから、お金があるうちに、借りておくのは別にいいのか。でも、テレポカード買うと高いしな。ちょっともったいなかったかな。まあ、いろいろとてんやわんやになりましたが、とりあえず、レベリングをしばらくやってから再開していこうということで、今回は終わります。まあ、次やるときにそれを忘れて、しれっとまたここから再開するかもしれませんが、そのあたりは、まあ、生温かく見てもらえればと思います。では、ここまでです。ありがとうございました。